阿出さん生きてますか？俺本当に動いてます。なんか冷凍庫に閉じ込められてる。これゼファー君と同じ。このラウンド取れたのでかいですね。まだ取れてないですよ。え？天狗？天狗もできますよ。慣れない部屋。助けてください。助けてくださいって言って。顔色いいな。なっております。さあ改めまして本日行われるリミットバランとオール。俺も頭で遊びて。最近落ち着き気味か。選手はすべてコミュニティの投票により決定しております。でも子供が生まれるとさ、東京で上位20名ちょっと紙で遊びすぎるのもちょっと怖くない？そうだね。俺もちょっと遊びてえなと思って今悩んでる。今回出てない人でもう全然もう変な色とかはできないか。名前見たことある人しかいないですか、はいはい、本当にこの1年通して VCT 見てきた方なら、あ、この選手この時活躍いろいろあると思いますし、また来年も楽しみな方が見てもらえるよね。他の親御さんとかいるような施設とかにも行くから。さあそして本イベントの賞金はこちらとなっております。やべえ緑きたってなるもんな。そうだらららららららさすがにできない。300万円パーマぐらいかな。300万円しかもこれ。続きましてアステレさん、はい、はい、今日のチーム全員の雰囲気どうですか？あ、まあ、いつも通りですね。いつも通り。なんか誰か入ってきてもおはようございますとかも言わずに挨拶なし仕事しててメイ君とゼファ君分かんないですけど、うん、まあラズさんとレイさん、まあ、あんましないんで俺さっき挨拶したら無視されたんでもうしないギスってるじゃないか。大丈夫かチームラズ強いな。ありがとうございます。そして阿出さん生きてますか？はい。あ、毎回思うんですよ、これ本当に動いてます。なんか冷凍庫に閉じ込められてる。これゼファー君と同じタイプじゃないですよ。え、これいや全然ウェブカメちょっと動いてもらっていいですか？JPC 凍ってるな。はいはい、はい、じゃあこの構成をずっと1ヶ月ぐらい練習してたってなると、もうちょっともうちょっとちょいもう一回リセットする。まあ1キャラ変えるのが難しくなってくるんですけど。難しいですよね。これがミックスだと間違えタイトル間違えそうあれでしたね。動画見たいなと僕は思いますね。ギミジェットがと S じゃなくてリミット、絶対リミット。エントリーの際の明確な差っていうのはどういったところを見るならマーケットとシャカッチも多分、まあこれバインドはシャカッチはやべえタイトル変えてなかったってだから、そうですね、俺のを見て変えたんだと思う。その2つ同時に取って攻めればこいつのあまりジェットがいなくてこんな感じでいいのかって多分この真似したなと思う。最近そのネタだったと思うんですけど、はい、外してくるチームとそのアセンドの構成完全にコピーじゃねえか。まあ、このジェットを外したコッペじゃねえかよ、このジェット完全にコッペじゃん。バイバー、ソーバー、ストラみたいな。いや、変えてなかった。あと1分だ。そういうことだってできたりしますもんね。ありえますよね。ありえますね。元々で触れずに言ってみよう。あ、やべ、タイトル間違えたって。え？で、ブリームストーン3名見えてますけど。絶対コッペってるから直しに行く。だったりないの。何がこの大会出場してる人とか。なんで、はい、どういうこと、まあ、なんか。あごめん、マイク見えたった。何、どういうこと？選んで送ったんですけど、見えたった。やれる側からするともうさっさと決めてほしいですね。いつかどうした？何が？分かんない。いや、関さん何も話してなかった。ちょっとやっぱ向こうの気持ちになってみると、はい、分かりますね。まあ、心責任つかないと分からない。いや、なんて、なんか今俺でも今今日はね、こっちでざわついてんだけど、配信もあるということで、はい、選手たちが何を話しているのかっていうのを、ね、タイトル間違えて俺で追うこともできるんで、ね、まあ二窓したりとか見てみるのもいいんじゃないでしょうか。僕の予想もこれ絶対に思うんですよ。あ、そういうことか。俺が関さんの配信のタイトルコピーしたからか。意外にデータとかニヤニヤしない。間違ってるよ。あ、間違ってたんかよ。どこ間違ってた？レイナじゃなくてゼットだわ。レイナ、レイナ何だった？デップレイナですか？ S になってる。俺は面白い構成になりましたね。危ねー。完全にコッペでしょ。攻めやすそうではありますよね。いや、関さんは分かってくれるでしょ、俺がコッペした理由。もうマジで、マジで焦ってたんだって、俺。なあ、ちょっとレイナ、あったんだよ、俺。ブリーチのフラッシュ入れてから俺ら、いろいろあったじゃん。世界で一番強いんで。コッペするしかなかったんだよ、俺。フラッシュ開けたら目玉くらって。もうガチで急いでる、関さんのベッ関さんがもう配信開始準備できましたって言った瞬間に関さんのページバッて開いてベッてコピーして俺もできましたっつってマップコントロールがめちゃくちゃ強いって言われてるのでエリアを区切ったんですけど、とんでもない。ただいろいろあったんだよな。あったんだよな。正面の突破力に普段やったことがない。マジでギリだったんだよな。この構成あんまり見ないんですよね。実際こういうの来られると1分前だった結構読みづらい。なんだろう、俺多分15秒前に俺準備できたからな。ということでアタッカーサイドにチームラズ、ディフェンダーサイドにチームデッツ、
本日の始まりますよ。ありがとうございます。チームエース、ちょっと点差が開いてきましたね。7対4ですか。しかもアタッカーサイドないですね。攻めマップっすよ。アルティメットも実はショストパワーと1ポイント、攻めマップですか。その心はどうでしょう。結構あるラウンド、特にこのジャッジだったりとかシェリー、なんでそんな無茶ぶりした、はい、いや昨日から聞いてたからさ、怖いですよね、それはなんでですかみたいな。そしたらこうですねって、その時はちょっと帰ってきてたから、今日も帰ってくるかなと思っただけなんですけど、悪意はないです。すみません。デップさんって過去いろんな大会出てて、独特のオペレータースキン使うっていうか、返されてもらったね。ああ。考えてます。はい。独特。なんとなく言っただけなんで。今回あれですね。そして2マップ目、チームデップピックのアイスボックスとなりましたけれども、上さん顔色悪る。解説からお願いいたします。はい、ニコチン足りてない顔してる。これ昨日やってましたよね、チームで。アイスですよ。アイスボックスですか。はい、ここはやはり、はい、どこが注目でしょうか。やっぱり構成ですよね。やっぱ VCT だと意外とレーズが出てきたりっていうシーンも多くなかったんで、ただ昨日やっぱジェットのプレー目指し、目立ってましたよね。ジェットのプレーが目立ってたってことは、まあ、先ほどゆえさん、XQ さんがおっしゃってたようなゼファー、そしてメデューサのここの対決が見どころになるんじゃないかなと思っております。さすが解説経験者。こういうところにどんどん行かれると、適当言っただけやるな。ヒルジョイのアートワンやっぱり攻めを攻めることがあるんですよね。いや、そんなビシッと返ってくると思いませんでしたね。まあなので、チームラズとしてはやっぱりここで戦うと少し相手と付き合うような形になってしまうので、打ち負けたわ、打ち負けた、打ち負けた、打ち負けた。ちゃんとしっかり戦術の話してますね。そうしてくるのがまあ一般的ではあるんですけど、いやいやいや、もうジュニアさんもね、ちょっとこういう、まあ、どういう対応でこの A セット、強力な A セットに対応、こんなにアイコンたくさん作って、ところですね、使って、それも分かった上だと、やっぱりこのテイクの方が多いような気がしますね、例えば、うん、ね、しっかりしてるわ、まあよくね、現場環境がここで見えますね、そうですね、今日しかも配信止まってないね、ちょっと遅延させて、そうなんですよ、ここね、あれしてもらって、なんかすごいがっちり。対応してもらったんですよね、多分ボールも出ますね、みたいな話ありました。そうですね、一応このカーテンを入れることによって、ね、だから普通にできるっていうのがすごいことなんだよね、その普通が、うん、そうだね。一方俺たちは大会タイトルを間違えると、カーテンでスパイクも見えないし俺はコッペがバレるとスパイクパターンで解除ワンチャン狙えるように、コッペバレー、一応こういう形が今主流ではありますね。リテイクの配置の場合は詳しく話してたと思うんですけど、バイクの人がさ、うん、よくセキピックとか、多分キャラとかキャラと被ってね、多分ワイプが。あーあるね。うん、ラズさん俺使ってくれるらしい。一番強いエリアに。ラズさんが多分操ってくれたら俺めっちゃ強くなるけどな。真ん中にある。操り人形にされてみたいわ。ラズさんの。の方がそれこそなるっていう認識はコーチングどとかどうすか、分かりやすいんじゃないかなと思います。してもらう。いや、そういうことじゃなくて、ああそこそこ、どれだけ俺の手足を操作してほしい。手足をマウスキーボードでこれっていうので、ああでもギニューはうまく使えなかったよ、悟空の体。ヒーロング側のオールドローン戦闘力全然出なかった。ッシュ VS エイプ、俺なんかダメかじゃあ。早い D 側の展開ですね、こいつ。そのままスパイクプラント、おお、フェイスで稼いだ。フェイスでプラントを稼ぐ方法ができた。うまい、うまい。え、マジか。嫌がらせの鬼。その隙にラズがダブルキル、あれが1キル返してデップもラズを落とします。デップダブルキル、サイト内の打ち合い、あ、右クリックの神様の意味反されたか。メイがカバー入れて、うわ、メイのトリプルキル、リテイク成功。頭2発よ。スパイク設置されるところをバリアオーブで上に上げて、ジュニアさんの、いや政治は遅延できないんですよねからのできる。してる。しましたね。しましたね。クレジットがありません。ジュニアさん、なんか他のバラのイベント大会でも、うん、解説の時に字が出しまくってたからな、字が、うん、がやばいから字が出してきてくる、まあ、淡々と言わなきゃみたいなところあるじゃん、やっぱ。あ、はいはいはい、やっぱりこの A サイトの字がやべえから、字がさ、どこでもポイント取れるんで、言い方やめろよ。字がやばいよ、感じ悪い、ね、悪くないでしょ。まあ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 、感じ悪いですかね。字がないんだ。相手にジャッジを買うプロ選手っていうのも非常に多い。残り1、残された静止点、
スパイク忘れスローベ。このラウンド取れたのでかいですね。まだ取れてないですよ。え、このラウンドから入るの危険だ。まずは1人残り40秒で A1 の展開もできますよ。中央の落とせばでかいですね。いや、決まったか。足音か。そこもやべえし。まだ終わってねえのに。これは自我って言ってもよかったかも。これ自我ねえでしょ。個性じゃなくて自我かも。はやすぎしそれ。このラウンド取れたのでかいですね。腹筋があるんですか。セカンドバイしましたよさっき。これ。これは逆にメイが苦しい。なぜこれか逃げれない。ブリンクないぞ。ブリンクないぞ。逃げれないぞ。一発しかねえ。まずいっすよこれは。4対3相当されるか。まずいっすよこれは。当たらない。もうジュニアさん実況し始めてる。人数量がチームなんで人数量が3対4逆にカウンタービューディーこの距離から凄まじい勢いで逃げていきました。こっちの感じになったりするんですよね。でもジュニアさん僕はもうゴリゴリにチェンバーをアビリティ面でいっちゃいますけど大丈夫ですか。大丈夫です。チェンバーのアビリティ面あれがちゃんと分かるんでチェンバーに関しては大丈夫ですか。はい。トレードマーク飛ぶやつなんて名前ですか。ダンデブですね。おお、そうやって言うんだ。いい。ニューラルヘッド違うわ。それ最後だ。見えないところ見えない。あ、出たんだっけ。さあ、ここは情報を取りに行くような動き。アーケード側ですね。完全に喋り取れましたね。消えてもらう。パラボラ。そうですね。昨日は結構なんか1ラウンドが早かったんで、今回下がって。うん。なんか阿部さん冷凍込みが増したな。多かったですね。なんか背景がなんか意識してるんかっていうような背景になってる。時間がすっかり経って夜ですか。阿部さんしかもなんかさ、ちょっと前かがみで固まってないかも。大丈夫ですか。デップさんとフィスカさんで、まあ、ぜひこの後もフィスカさん頑張ってください。寒そう。はい、続きまして、これあ、アデップさん止まってます。いや、動いてます。あ、もうちょっと笑ってるやん。あさん、先ほどよりもちょっと、はい、どこでやられてます。冷凍庫か何かですか。いや、ちょっとちょっと答えられないですね。ちょっとですね。ああ、勝たないとやっぱそこから出れないんですか。なんで謎を残して帰ろうとしてんだよ。契約で閉じ込められてる。クレイジーラックの契約ですか。勝てないと出られない部屋。助けてください。助けてくださいって言って。